先ほど言ったように周囲の環境を信じながら安心
当然頭についてますので、どうだったか面白いが目の前に映像がついてきますので、どんなスタイルでも姿勢でもいつでもどこでも両手が自分に加えて楽しんでいただけるというところにポイントを置きました。具体的には、いろいろと国によって呼び方は変わったんですが、日本の中では、その中にはドリームというドリームというコンボルトというか、これはもう家の中で大画面を家族で楽しんでいただくというところで、発売しているものに対して、モベリオは家の中では一人でリラックスして楽しんでいただく、一方で、モベリオは外にも持ち出して楽しんでいただけますよという、こういった形でプロジェクトの差別化を2人きちんと共存する形でメッセージを渡させていただいています。当時ですね、実はもう一個、配慮したのがオリジナルになるんですけど、皆さんご存知の通りで2003年、社名みたいなものが SNS 通貨情報として2002年のようにアンドロイドが出てきて、どんどんこういったものが進化しているというところで、我々たちが一つ想定していたのが、エプソン長い歴史の中でディスプレイというものに、ずっとやってきていますので、その中で直進型のディスプレイの解像度限界が、多分今出ているのが5インチとか4インチというのは、当たり前のように電気屋さんに売られていると思うんですけど、おそらく技術的にはあれが限界。これ以上解像度を上げていくと、携帯性が損なわれるというところで、解像度を上げるということは大画面にしなければ価値がない。こういった少し違った視点で、ベアルを変えていこうというふうに思ってやっています。それから2013年、今年以降ですね、ミラーキャスト、この当時は Wi-Fi ディスプレイの名前だったと思うんですけど、いろんなものがミラーキャストを使われることによって、時間限定をしているというところで、大きなポイントを社内では置いてありました。で実際に ET100 という形で発売させていただいたのが、このモデルですが、ディスプレイは搭載シリーズ、当時まだスマートフォンとは、スマートフォンの時間早いので、今、ベースになっちゃってますけど、それからシリーズ類である。で先ほど、フォーバックページで見ていただいたら分かるように、オメガウェブ部分に2つのディスプレイが入っていますので、サイドバイサイドの映像を組み込むと、自然な 3D がそのまま出現。加えて、映像を見ていただく、ネットワークにつながる、それからスタンドアラウンドでなきゃいけないというところで、コントローラーなどが Android を選択したという機能になります。その他の特徴としてですね、新しい映像の視聴スタイル、これも先ほど説明させていただいた内容なんですけど、もう一つ大きなポイントは、完璧にプライバシーを守ります。自分の目の方に通した光が来ませんので、他の方が何を見ているか分からないというところで、プライバシーを守るグラフィックディスプレイデバイスだということ、それから、ある程度の大画面で映像を見ていただく、我々の世界では音と映像というのは6対4という関係で、映像が送る、そのうち音が良くなければ、また映像の価値を失うという考え方がありますので、こういうふうに覚えるのかなと。それから先ほど言ったように簡単に CD モードで撮影できるという形の CD モードをしています。でさらにですね、ちょっとこれが非常に難しかったんですけど、 Android の UI というのは実際に特殊のディスプレイを見ながら触るというところで、我々の場合は目の前に画面が出てしまいました。そこを触るわけにはいかないというところで専用のフォームを見ています。それからやはり外で、ある程度の映像を見ていただくということを考えると、6時間ぐらいの再生能力がないと、例えば出張を持っているとか、そういったところで弊害があるというところで、バッテリーの動向ではかなり大容量のものを搭載しているといいます。で、生まれたのが、バイノピラーという例の両腕ということになるんですけど、銀星市場唯一の両腕市。というものを、読み出しているということです。それでモベリオを体験したことがあると思います。ですよね。なかなか知っていただけなくて苦戦してますけど、見ていただいた方はもしかしたら大変感じていただけると思うんですけど、C2 で映像を出すと少し変わった見え方
方の原理なんですけど、実際の人間の視野が見えているものは45度という角度で定義されているということでしょう。で、我々のモビリオは光学設計上は23度という角度で設計します。つまり見えている視野の23度分に映像が匹敵する。視野っていうのは近くのよりも狭くなります。その狭くなったうちの23度分が映像になるので、例えば 2.5 メートルの先に視野を持っていると23度分というのは42度になります。逆に20メートル先だと3度分という形に相当する。3度が起こると 1キロ先のものを見つけモビリオをかけると1万6000インチという、まあ、怖いことはわからない数字になるんですが、これは実際に体験いただけるとその通りに見えると思います。また機械があったら体験してみてください。ですので、まあ、私のせいで一番いいのは、1時間で夜空を見ながら映画を見るというのは、おそらく体験したことのないような仕事を体験できると思います。で、まあ、そうこうしているうちに、ここ1年ですね、いろんなヘッドマウントっていうものがこう話題に出会うという感じが出てきているんですけど、まあ、現在、こういったマッピング、風軸に溶岩と散乱、コロコロというのは周りが見えないという考え方です。それから私ね、マッピングをしていくと、ソニーさんのコンデットが溶岩の溶岩です。あるいは多分皆さん防衛を取っているので、ああいった開発と作りのことも多いと思うんですけど、開発ではないのをお伝えします。それから、タイムワンの溶岩というのがミュージックスのメンバーであったり、マッピングです。単眼で進出でないっていうのは、ここにちっちゃなカメラの DVF があるというのを非常に理解していただければいいんですけど、それから進出タイプの単眼が見つかるというふうに定義されて、ライブソンのベリオは唯一の溶岩の進出タイプというところで、今のところマッピングされています。で、実際にどうやって見え方が違うの、単眼の進出と溶岩の進出実際見たらどういう見え方をしますかというと、恐らく簡単に模式するこんな感じです。左側で我々の方が溶岩で進出するというと真ん中に出ます。ブルブルグラスで進出するというと右側に、カメラを出してあるので右上の方向に溶岩が出てきます。ということで、実はですね、溶岩のもう一つの価値というのは真の AR を提供する唯一のデバイスであるというふうに私たちは思って、つまりオーグメンテッドリアリティである以上は目の前に調整するためにも目の前に出そうになるというところに定義を置いていますので、まあ、これは単眼の進出部ではちょっとできないというところで、今この辺がかなり注目されているというふうに思います。で、まあ、現在のポジションはちょっとこういうことになると思うんですけど、まあ、縦軸を、まあ、モバイルホームとモバイルで書いてあるんですけど、多発性ですね、持ち運びに置きました。で、左側がエンターテイメント、我々は映像の世界です。右側が情報を提供する世界です。というふうに、マッピングすると、おそらくこんな感じになるのかな。ソニーさんの場合では、もう家で、シートストアに行くという映画を見る。で、その分、解像度がかなり高いです。いかがでしょう。ブルーグラスや、ミュージックさんのやつは、ディスプレイ画面がちっちゃいです。で、解像度も低いですけど、非常に軽く、というところで、我々は、まあ、シースルーですので両方を使える方はできます。ただこの真ん中の円が大きいわけではなく、真ん中に位置しますというふうに見ていただけると思いますが、こういった違いができると思います。で、繰り返しになるんですけど、先ほど、スタートにお話ししたコストのコンセプト、メインコンセプトというのはいつでもどこでも楽しめますよというところを置いてあったんですけど、実は社内ではもう一つのコンセプトとして、やはり AR、ちょうど検討を始めた2009年ぐらいが、世界カメラが出てきた、まあ、いったこの AR の世界というのは今後広がるだろうというところを想定して、まあ、真の AR を実現できる唯一の施設をしているというところが実は何でもスタートです。ただこの当時に AR、AR というのは何も分かってもらえないので、売り方という観点では上のコンセプトを見えます。ちょっとこれからビデオを見ていただきますけど、ある地域だけ少しこういった
ちょっとしばらく見てください。Plus, GoVario is built on the Android platform, meaning many of the apps you've created can already be used on the device. And the best is just around the corner. Future generations of GoVario could feature real-time monitoring and feedback. Gesture-based controls. Augmented reality. Creative possibilities are endless. Education. Architecture.実際に、これもまた Android を選択した一つの事例になるんですが、今3つのアプリケーションの変化を見ていただきます。一つは、ちょっとこれ動画収集の時に皆さんご存知だと思うんですけど、その動画収集を普通にスマートフォンでプレイすると、こんな感じで、後ろの景色がカメラに。カメラの中に、これもともとのグループで歌っているそのものになります。実際にこのゲームがカメラ映像を撮ってしまって、モビリオでゲームになると思う。それが実際にほとんどいじってないです。ソフトウェアとしては、カメラの映像に先ほどのグラフィックを持って、スマートフォンのグラフレーションさせてるんですけど、このカメラの映像を撮っちゃって、グラフィックだけを、モビリオの方に共有すると、普通
あるんですけど、実はそうではなくて、非常にシンプルに考えて、設定をさせていただけると、全く今までと違う世界を体験いただけたりということを言っているんです。シンプルにご理解をさせていただいて。で、プラスアルファで、まあ、これはちょっと遊びになるんですけど、今はただの、まあ、こういった空間でゲームをやっているんですが、先ほどの何かを識別するような技術がここに加わると、おそらく向こうに気にならないおっさんのようにしたんですが、少し変わった世界に、これなかなかふざけた遊びなんで、結構これも楽しいんですが、少しアレンジをしてくると、我々どこに向かうのかっていうところなんですが、これ僕も当たり前の話です。とにかく日常でもつけてほしいもの、少なくとも BT がこれ日常で私自身見つけたくないです。これはもう問題です。もう少し直進取り込んでいかなきゃいけないと、つまり小さくして大画面を提供できないと、やはりつけていただけないというところ、ここに我々はシングルとして開発を進めています。それからかっこいいデザインでなきゃいけない、これが非常に悩ましいんですけど、身につけるものになるとかっこいいのかっこいいが千差万別になってくると。幸いエプソンは時計を作ってるという、まあ、内部実験もありますので、身につける製造の時計の大半はエプソンが作っていますので、そういったデザインの可動域をこれから入れていくというところで、デザイン性にもっと真剣に考えなきゃいけない。それからいろんなデバイスがあります。もう皆さん不自由してないぐらいいろんなデバイスを持っている。そういったものをどうやってこれから集約しているのかというところを、これもきちんと考えていかないといけない。で、もう一つは、先ほど見ていただいたような新しい世界を変えていただけるようなアプリケーションをどんどん拡大していかないといけない。つまり、AR を実現するような開発者の知識と創造性の力を変えないと、この監督ではこのままこういったものは広がらない。ぜひここにいる皆さんにどんなものを作っていただきたい、提供いただきたいというふうに思います。で、今日ですね、私の責任でこの後、発表会の製品の資料を取ります。で、ぜひですね、いいなと思ったらここにつけてください。近い将来、出てきます。ヘビの上に来ていただいたのが特別です。黒い影が今まで皆さん見ていただいた BT 型の影です。次のモデルは水色の空間になります。重量はほぼ3分の1というところで、まだまだ大きいんですけど、今までのモデルはかなり、皆さんに楽しんでもらえるようなものに仕上がっているんじゃないかというふうに思います。それから、Google Play を使おうかと悩んだんですけど、Google Play はあえて使いません。何百万分の1のアプリケーションに AR のアプリケーションは全くありませんので、我々モベリオがそこまでご用意します。そこでぜひ全く新しいスマートフォンではできないようなアプリケーションを提供するかを我々の方でこれから提供するということを考えています。さらにここまでです。今作っている途中にプロモーションビデオをチェックしています。Thank you.
高間ご委員ありがとうございます。それでは質疑応答の時間に移らさせていただきます。質問のある方は挙手にてお願いいたします。どうもありがとうございました。最後に次に出るであろうものの情報までいただいて、それも楽しかったです。古いというか現行のモビリオはカメラとかあるいはコンパスとかいったセンサーがこの入ってないと思うんですけども、もともとプロモーションのところで AR とかっていうのを意識されてたということなので、なぜ入れなかったのかということを教えていただきたいのと、あとはこれはお答えいただけないかもしれませんけども、次のには乗るんですよねっていうその2点を教えていただけると。はい、なぜ入れなかったかっていうのは正直言います。入れられなかったですね。っていうのはなぜかっていうと、そのサービスが始まりのすらにその段階で分かんないです。そこの数年の時間軸、我々がものづくりをしている時間軸の間に世の中が急激に変化した。それによって入れなかったんではなくて、完全に入れるの忘れちゃったっていうぐらいな感じです。で、じゃあ次のモデルはどうなんだっていうところは、AR 言ってるので、皆さんの期待される機能を全て持ってると思っていただいていいと思います。はい、他にご質問ある方、挙手をお願いいたします。ありがとうございます。シーテックで似たようなものを見たんですけど、同じものだと思って今のモビリオを使ったなんか、インテリジェンス、あ、そうですね、多分それ某キャリアさんですよね。そうですね、多分それは現行モデルの中身をただ箱を変えただけです。あ、ですので現行モデルです。なるほど、はい。で先ほどセンサー類を入れられなかったっていう話を聞いたんですが、今だと入れるでしょうっていう話だと思うんですけども、ちょっと私も落ちやすリスト、はい、見て自作できないかなと思ってスマートフォンで自作したんですよ。でそれのやっぱりモビリを見て作れないかなと思ったらできちゃったんですよ。なんでそんなに外付けにするっていう発想もした方がいいかなっていう気がするんですね。外付けにこれそうなんですけど、スマートフォンを上に乗っていると特殊なちょっとしたレンズを使うと歪ませて両側に入れるとシースルーで立体に見えるんですよ。そんなに難しくないんで、そういう方向も取り入れたらいいかなと思ってますんで、ぜひともご検討いただきたいかなと。単価が高くなっちゃうんで、どうしてもよろしくお願いします。ありがとうございます。実際にはおっしゃる通りで、その現行モデルであっても皆さんのようなスキルのある人には何でもできちゃう。だからそれがある意味アンドロイドのいいところかもしれないんですけど、やはり我々先ほど最後のプロモーションビデオに出したような、ああいった素敵な老のお姉さんにも買っていただいたり、なかなか外付けのものをドーンとつけるっていうのはできない。ただ当然それなりの拡張性を持たせてありますので、我々が標準的に持っているもののセンサーに肩不満があるようであれば、そういったものをぜひ活用いただいて作っていただければいいなと思っております。ありがとうございます。他にご質問ある方いらっしゃいますでしょうか。ありがとうございます。ちょっとAndroid っていうことでちょっと気になったんですけど、オキュラスとかもそう、ミュージックとかも、完全に PC につないで PC の出力を映像操作する。Android だとその映像の転送だとか、あと例えばジャイロとかカメラの情報を、Android 側に取り入れる。Android からも映像を出すとか。そういったところで、そのインターフェースをどういうふうに実現しているのかな。最初ミラキャストって話してた。それの転送速度的にも、処理的にもきついんじゃないかなと思って、その辺をなんかどう考えたのかな。ですね、スタンドアローンなので、実はスマートフォンみたいなのを僕らで動かしてほしいんですよ。要はコントローラーにきちんとアンドロイドを持ってますので、その中で完結いただければ、今よりインタビューのご心配なく、基本的には同じ動作をします。ただやっぱり自分が使っているスマートフォンを何かさせたい、
ってなるとご心配の通りで、イラストだとある程度の連携しようとしてあとは我々が持っているセンサー情報は今パンダにスマートフォンに返す手段はありませんので、その辺はどうするかというのは考えていかなきゃいけないな。ただベースはもうレディオ単体で使っていただくと、レディオの中にアンドロイドが入っているとか、そういうことで、あ、分かりました、ありがとうございます。他にご質問の方はいらっしゃいますでしょうか。先ほど資料の中で、ヘッドマウントディスプレイ の、 あの市場の表を見せていただいて、単眼と両眼とシースルーとクローズドの表がありまして、まあ、アンドロイド技術者なんですけれども、ヘッドマウントディスプレイといえば Google グラスしか知らない状態であの表を見せていただいて、あのヘッドマウント市場というのが実はいろんなものがあるんだなというのを見せていただいて、改めて、このモベリオは独自の、まあ、位置にいるんだなということを把握したんですけども、知りたいの、あ、質問としましては、そういうヘッドマウントディスプレイ市場が市場としてあるけど、一体どれくらいの大きさなのか、もしくは将来どのくらいの大きさになると推定していらっしゃるかということをお聞きできればなと思います。我々リサーチ会社じゃないので、ただある程度当然社内には計画はあります。でここでですね、そのリサーチ会社が新しいカテゴリーを作って調査を始めています。その新しいカテゴリーっていうのも一つがご存知の通りスマートウォッチ、それからもう一つがスマートグラス、この二つの商品がこれから新しい市場を作るんじゃないかっていう形でリサーチが始まっています。で何の根拠があってそう言ってるのか分かんないんですけど、スマートグラスは16年には世界規模で1000万台を超えるという数字は出ています。ただ僕らが1000万台売れるとは実はまだ思っていませんこれは本当に先ほどの、レーサーの話であって、サービスとハードウェアがきちんとマッチした時に多分市場は飛躍的に伸びるだろうというふうに思ってますので、あのアンドロイドの開発者であるのであれば、多分皆さんのポイントを取り組んでもらえば、そういうのもらって、それが大きくなるかなというふうには思います。ありがとうございます。他にご質問ある方いらっしゃいますでしょうか。まだもうちょっとお時間もございます。モビリオではアンドロイドアプリが動くということでいいんだと思うんですが、Google グラスのように API の公開というのはどうなってますか。マーケットを作るということはデベロッパーさん向けの情報を出すサイトを作るというふうにご理解いただいていいと思います。ただ先ほど言ったように特別なものではないです。非常に多分普通のスマートフォンと違う大きな点も多分1個か2個しかなくて、一つは 3D やりたいときにどうするか、それとあとは、どこかな、カメラの使い方ですね。カメラを一般のスマートフォンの場合は先ほど見ていただいたようにカメラ映像を使ってグラフィックを出さなきゃいけないので、その映像っていうのは固定されてるんですけど、例えば我々の、まあ、カメラっていう表現には出したくないんですけど、センサーの映像を映像として扱う必要はないので、物体を識別しやすいようなチューニングをしてしまっても、要は人間の目には崩れて見えるんだけど、センシングとして取りやすい前提っていうのができるんですよね。その辺をきちんと我々は提供しますので、その辺もぜひホームページ見てみていただければいいと思います。はい、その際はその説明よろしくお願いします。あ、すいません、あのこれ聞くの忘れたんですが、フロントの方にカメラがあるおっしゃったんですけど、あのメダっていう赤外線を使って反射させて検知するっていうのに、あの本社の方のモビリを使われてたんで、それには対応するのかなっていう。それはですね、ぜひあれは市販されているものですので、市販されたものを購入いただいてぜひつけてください。あの赤外線のあれを、はい、あの一応でもなんかクラウドファンディングでやられててやってますと、そういう紫外線を検知する
検知して、あの距離を、あのキネクトに近いのかな、そうですね、ああいうのが入ってるとものすごく広がると思うので、もしよろしければつけてほしいなっていう、市販で手に入りますので、あのモビリティをうまく固定していただいて楽しんでいただければと思います。他に何かご質問ある方いらっしゃいますでしょうか。質問なんですけれども、先ほど API の公開とかはされる予定というのはお聞きしたんですけれども、あとマーケットが独自のマーケットでやるようなことをおっしゃってたんですけれども、Google Play とかそちらの方に例えば開発者の人が開発して公開しているものとこのモビリオというのを対応させることは簡単に可能なんです。あの基本的には可能だと思います。先ほどの、ドロイドシューティングそのままモビリオに、あれ Google Play 出てるんですけど、そのままモビリオのバケットにポイって入れてもらって、モビリオにダウンロードすると動いちゃいます。ただ面白くないんで、ぜひカメラの映像を撮るだけなんで、その辺をぜひこう少しアレンジしてもらうと、また違う世界になる。ただ基本的には動きます。ちなみに個人開発者向けっていうのも対応を予定されてはいるんですか、はい、ありがとうございます、はい、他にご質問ある方いらっしゃいますでしょうか。じゃなければ私の方から質問させていただいていいですか。あのヘッドマウントディスプレイって結構僕メガネかけてるんですけど、メガネの上からかけづらかったりとか結構あるんですけども、あのちょっと今のちょっと原稿もちゃんと知ってるわけじゃないんですけど、メガネの上からもかけれるデバイスなのか、それとも次の機種からもそういう同じなのか、それとも改善されるのかっていうのを、ですね、非常にメガネかけてる人日本多いんですよね。非常に悩ましいんですよ。でメガネの方に全て対応しようとすると、ある程度デザインが崩れたりとか、なかなかこう難しいんですけど、ですね、内径が147ミリのメガネを使っていただければそのままスポンと入ります。それを超えるようなメガネの場合は、入らないので、その時どうするかはちょっと遅くろうなんですけど、次のプロダクトはインナーフレームっていうフレームが入ってます。ぜひそれはあのメガネ屋さんに持っていっていただいて、2000円くらいで買ってそれが入ってますので、このレンズ作ってって言ってもらえればきっとお料理はできてます。それは次の機種で、現行機種も現行機種は147ミリのメガネが入る人だけしか使えないんです。なるほど、わかりました。あの、はい、ぜひ次のモデルを買っていただいて、レンズの成功レンズをお願いします。他に何かご質問ですか？なければもう一回僕もあのですね、ちょっとお聞きしたいんですけども、あのやはり個人、まあ、結構個人で作りたいなと思っている方この中に大勢いらっしゃるんじゃないかと思うんですけど、多分普通に買うと高かったりするのかなっていうのが皆さん心配されていると思うんで、何かしらそういった援助をしていただけるとか例えばあのとあるところだとこう無料で貸し出してくれるとか、まあ、そういうふうなあのプロジェクトとかあったりとかするんですし、あと例えば大学向けには例えば無料ですとか安くしますとか、そういうのがあると思うんですけど、なんかそういうのをご検討されてだったらもし教えてください。いくらからですか？ちなみにいくらぐらい？逆にいくらだったらもうそんな気にしないよと。どの辺に敷地があるんですかね、皆さんの中では。HMZ ぐらいになりますか？本当に今 HMZ ぐらいになります。安いです、それより安い、はい、だったら OK ですか？あとはあの店員さんと交渉してください。いや、あの本当にソニーさんのやつよりは安いです。で現行モデルの発売当初を知っている方であれば分かると思うんですけど、現行モデルと同じぐらいの価格帯で市場投入する予定ですので、多分ここにいる皆さんだったらそのぐらいの投資は安いものじゃないかなと思うの期待をしております。私の場合はちょっとうちの嫁さんに財布を握られてしまって、ちょっとそんな高額なものを買えないんですけど、ちょっとはい。プライス
解はそのあたりですから。はい。じゃあ他に、あ、ちょっと時間来ちゃいましたね。じゃあ最後に、これで最後にしたいと思います。じゃあ、すいません、社債関係のソフトウェア開発しているものなんですけども、ET100 の方ですね、例えばナビゲーションシステムとかに使いたいとかっていう話になった時に、運転しながらこれをかけて運転していいものなんですかね。法律上は何もルールないです。いけそう。手にしてない。いけるとも言えないです。というのは、例えばですけど、まあ、車の業界の方だったら分かると思うんですけど、ドアミラーに車が変わってプライバシーフィルムをつけた時に、そのプライバシーフィルムの投下率、当時は何の規定もなかったと思うんですけど、ドアミラーに変わった途端に運転席と助手席のプライバシーフィルムの投下率は何パーセント以上ないといけないっていう法律ができましたよね。多分こういったものが少しずつ動いていくと法律は変わってくると思っています。ですので今は何もないです。何もないですけど、どうなるとは今の段階で分からない。エプソンさんの中でそういう法規制等の検討とか、まあ、検討途中の状況とかっていうなんか情報としていただけるとかないですかね。そうですね、これ皆さんがこう普通にこう購入いただくものとは違う世界、エンタープライズの世界がすでにいろいろ生み出してるんですけど、やはり車の中でもこういったものをっていう話は実際にあります。で、動き始めています。でその背景っていうのが、いろんな今モニターが車の中にいっぱいありますよね。いろんな安全装置があるので、逆に一般のドライバーがその全てのセンサーを見てたら危ないんじゃないのっていうところの発想だと思うんですけど、その辺のこうテストを繰り返すことによって何らかの定義ができるのかなと思ってます。安全性はまたまたこれから十分追求していく必要があると、あると思います。はい。で、可能性もゼロではないと思って。はい、わかりました。ありがとうございます。はい、すいません、お時間が過ぎましたので、以上をもちまして、本講演、須田様の講演は終わりにしたいと思います。最後に拍手で終わりにしたいと思います。